5番、帰山です。本日は3点について一般質問を行います。まず最初に新体育館完成後の運営について伺いたいと思います。新体育館の建設はいくつかの問題が発生をしましたが、順調に進んできています。ただ結果として工事着工が遅れたことや経済状況の変化による物価上昇に対応するため設計を見直したものの、当初の計画より契約金額が増加したことは大変残念なことでした。しかし、そのような状況の中でも、都市公園事業として国庫補助を受けることができているため、建設費の増額分の市の負担が最小限に抑えられています。とはいえ、完成後、ランニングコストが年間約2000万を予想されることも事実です。当初の予定では、新体育館は平成28年度に竣工オープンを迎える予定になっています。当然、完成の暁には、何らかの大会、もしくはイベントを招致して、いわゆるこけら落としを開催することになると思います。28年度の早い段階での開催になると考えますが、現在の対応はどうなっているのでしょうか。具体的に計画していることや、誘致したいものがあるのか、また対応した活動を行っているのか伺います。先に触れましたが、基本計画においては、ランニングコストを約2000万と見積もっております。その内訳では、施設整備の点検などの維持管理費や法定費用を除外した残る部分がエネルギー費であり、そのうち照明にかかる電気料金が約900万円、空調にかかる電気量が約180万円、合計1080万円が見込まれ、ランニングコストの約半分を占めています。実はこのうちの約半分、500万円程度が基本料金として見込まれています。とすると、重量部分はランニングコストの約4分の1程度と考えられます。節約は重要ですが、過度な節約は建設の目的達成を阻害することになりかねません。もちろん活用に支障をきたすことがあってはなりません。その中で新体育館を有効に活用しなければならないわけです。当然市民が活用する以外にも健康の啓発等を含め各種大会イベントを誘致し活用することも必要となってきます。まだ近年の多くの利用を得ている学生合宿などに対しても誘致活動のアドバンテージを得ることになります。そして使用料収入や付随する収入を得て維持管理費持ち出しの軽減もできるわけです。さて28年度のイベントとは随分先に思いますが、27年末から28年初めには予定が決まるのではないでしょうか。したがって27年度中には周知を行い広報地として名乗りを上げることが必要となります。であれば今すぐにでもパンフレット等を作成し PR に入るべきと考えますが、どのように対応するのか伺います。次に、基本計画において、新体育館は災害時の市民生活をサポートする支援施設としての機能を持つことを設置目的の一つとしています。その中で、災害時には要援護者を収容できる二次避難所としての機能、施設整備を行うことや、大規模災害時における救援物資の一時保管、集積場所などの役割に応じた防災設備を備えた施設整備を行うこと、避難所生活を送るために必要な生活必需品を備蓄することができる防災備蓄倉庫機能と、インフラ断絶時にも対応できる設備機能を確保することを明記しています。勝山市は地形上災害時に孤立する可能性も十分に考えられます。以前にも災害用備蓄について何度か伺いましたが、近年の災害の発生状況や頻度を見ると、その機能の充実がますます重要と思われてきます。以前は災害時の備蓄は最低限の生活に必要な水や食料、毛布などでしたが、近年は衛生環境の確保、乳幼児や高齢者など生活弱者への対応、ストレス緩和のために簡易パーテーション、簡易ベッドなど、ある程度のプライバシーを生み出す環境を作り出すものも必要とされるようになりました。また、通信インフラの確保も重要視され、先日発表された水を利用するバッテリーは、停電時の携帯電話等の電源確保にも有効であるとして、メーカーの株価が4日連続でストップ高をつけたくらいです。そこで新体育館においては、どのような備蓄をどれだけの量で、どのような形で行う予定なのかをお伺いいたします。合わせて、現在の勝山市の備蓄が最近の情勢に対応できているのか、種類や量を含めて見直しが必要ではないのかお伺いいたします。次に、学校の再編と施設の整備について伺います。学校の再編について、学校の再編については、平成25年6月に中学校再編にかかる方針についてとして、今回の検討の最終方針が示されています。
その中で再編の時期を平成36年から37年度を目標として検討を進める、平成30年度に検討委員会を立ち上げ、平成31年度に結論を得るとしています。しかしながら現状に問題があり、統廃合検討に至る課題とされた項目があります。その多くは未だ満足な結果を得ることができていません。中学校においては生徒数の減少による部活動選択肢の少なさや教科専門教員の不足、小学校においては複式学級の顕著化など対応はされていますが、根本的な解決は先送りされたままです。対策をさらに進める必要を感じますが、予定はないのでしょうか。政府は今年7月28日に小中学校の統廃合に関する指針を見直し、学校規模の拡大を図る方針を明らかにしており、年内に発表される見通しです。この見直しは昭和31年に通知が出されてから昭和48年に一部指針が見直されて以来となります。また与党でもある自民党からはこれに先立ち教育再生推進法案箇所ですが示されています。詳しい内容は27年度になるようですが、適正な教育環境の確保、福祉学級の改修などやそれに対応するための交通手段の確保等が示されるものと思われます。党首としても最終方針を見直して検討委員会の立ち上げ時期などを前倒しすべきではないかと考えますが、対応を伺います。次に、学校校舎の耐震補強工事は今月2日、平泉寺小学校本館、三室小学校本館、室子小学校南館の耐震補強改修工事の実施計画が入札に付されており、順調にいけば平成27年度には完了となります。残念ながら屋外施設の整備については手つかずの状況です。以前から南部中学校のグラウンドについては機会あるごとに早急な改修を要望してきたところです。以前一部改修を行っておりますが、解決には至らず、降雨時には土砂が流出し、降雨後も何日もぬかるみが残る状況です。ただ除草剤の散布等や日常の手入れにより表土の状況は一度のカビが生えたような状況からは改善されつつありますが、早急な対応を求めたいと思います。その他の学校のグラウンド等も雑草が茂る部分や土の流出など満足な状況とは言い難いものです。まだ学校施設ではありませんが、西小学校に隣接するテニスコートもひどく荒れています。その他でも野球場はご厚意により一部民間の施設を利用させていただいていますが、無償で使用させていただいていることを考えると、維持管理に対して何らかの補助をすること必要も感じます。また市として全鉄鋼トラックを持たないのは勝山市だけですし、芝生が張られたサッカーコートはなく、テニスコートも主にコートは民間のコートのみの状況となっています。ちなみに今日小学校の連合体育大会が西小学校グラウンドで行われましたが、福井市の連合体育大会は9月1日より県営競技場が改修に入ったため、全天候トラックを持つ三国陸上競技場での開催となりました。新体育館の完成には一応の目処が立ちましたが、屋外運動施設は未だ満足できる状況ではありません。もう少し良い環境でと考えること、他市同等の環境でと考えることには無理はあるでしょうか。一度に改修を進めることはできませんが、耐震補強工事に目処が立った現在、早急に今後の計画を策定し順次対応すべきと考えますが、方針を伺います。3番目に勝山市都市計画および道路整備について伺います。今議会には指導認定等の議案が提出されていますが、道路の維持管理については維持管理計画の策定などを含めてこの場で何度か伺ってきました。指導の総延長から見て今後の経済状況を考慮すると、維持管理が相当に厳しいものであることは明らかだと思います。その中で市民のライフラインを維持していくことは厳しくとも乗り越えていかなければならないと考えています。勝山市の都市計画としては第5次総合計画に基づく都市計画マスタープランを平成23年に改定していますが、これを踏まえて近年の都市計画の中で都市計画道路の変更がどうであったか伺います。次に、この都市計画マスタープランの中では4つの基本方針が示されています。全体的な流れの中にありますが、その2番目の持続可能な都市構造の形成と活力あるまちづくりの中では、市街地の拡大抑制と既存市街地の活性化や社会資本のストック活用、
多様な産業の適正立地、市街地と地域生活拠点との連携強化による定住促進が謳われております。3番目の効率的で人に優しい都市基盤の整備による安心して暮らせるまちづくりの中には、道路や下水道などの計画的な都市基盤の整備、雪に強いまちづくりと防災対策の推進、安全で快適な歩行者、自転車空間の整備などが謳われています。この中での市街地整備の方針に現在も変更はないかどうか伺います。さて、勝山市の決定された都市計画道路は38,130メートルに及びます。その中で最近供用を開始されたのは平成10年供用開始の北谷線の久留美区間の追加、東縦貫線の下洗追加、西環状線の157号線から東縦貫線の起点位置の変更によるものとなっています。そこでこれまでの計画決定の時期及び事業認可の時期を伺います。指導として考えた場合、おそらく昭和40年代まで遡るではないかと思います。そして計画された未着手の部分が430メートルとなっていますが、この部分について事業認可はいつ出ているのか伺います。この区間は朝日立川線の一部ですが、計画決定は昭和45年と思いますが、約50年間もの間未着手となった理由を伺います。この区間は西環状線の高島工業団地付近から縦貫線までの朝日立川線をつなぐ区間です。先日公表された来年度以降の公共バス路線からもルート設定の困難さから、デマンド運行を考慮するにしても、この朝日立川線近辺はすっぽり抜け落ちています。南部地区においては朝日立川線が未完成のため東西が寸断され、バス路線の整備の障害となっている可能性が高いのではないでしょうか。また完成すれば、おそわや立川地区からの南部中学校の通学にも利便性が高いと思われ、今後計画される小中学校の再編を考えるときにも重要な路線となる可能性があります。さらにオープンが近づいてきたゆったり勝山へのアクセスにも有効と考えられます。早急に整備すべきではないでしょうか。さらに都市計画道路が事業認定されると土地利用に制限がかかります。もちろんこの区画は都市計画の中での用途地域ですから、その面での土地利用の制限はあります。しかしこの計画道路の付近には建築物はほとんどなく、水田のみが広がっています。周囲の多くの農地が土地改良事業により区画整理が進み、大型化していく中、取り残されてしまったような状況となりました。一部は工業地域ですが、工場誘致のめどはありませんし、農業も集積化が進められていますが、それも守らない状況となりつつあります。今後この状況をどう考え対処していくのか伺います。最後に、市街地中心部は縦貫線をはじめとして立体線等歩道の改修整備が進んでいます。しかし県道である市南部の縦貫線、朝日立川線をはじめとする市道は未改修のままです。県事業であることは十分承知しておりますけれども、今後の予定がどうなっているのか伺います。以上お伺いいたします。山口市長。質問の最後の勝山市都市計画及び道路整備についてお答えいたします。各市町の都市計画道路の変更などの見直しにつきましては、福井県都市計画道路の見直しガイドラインにより、おおむね10年ごとをめどに社会情勢を踏まえ実施するものとなっております。直近の大きな変更としましては、下洗地下刈での東縦貫線の終点位置変更、久留美地下刈での西縦貫線の起点位置、北谷線の終点位置変更がありました。その他の変更としては、本丸線の線形変更と新体育館建設に伴う東縦貫線の車線変更があります。勝山市都市計画マスタープランは、勝山市の都市計画に関する基本的な方針を定めるものであり、平成32年度を目途として平成23年に改定を行い、現在も変更なく
目標に向けてまちづくりを進めているところであります。次に、都市計画道路の計画決定及び事業認可の時期ですが、古くは昭和27年に計画決定を行った縦貫線のほか、16路線を都市計画決定しており、そのうち多くの路線は昭和40年代から平成12年度までの13地区の区画整理事業を実施する中で、その区域に含まれる都市計画道路の整備も行ってきております。お尋ねの補助幹線道路の朝日立川線は、昭和45年に都市計画決定され、全長1070メートルのうち、平成元年度から平成12年度までの日野瀬区画整理事業の中で、640メートルの整備を行っております。残りの430メートルは、事業化には至らず、未整備区間となっております。この区間の周辺部は、第一種住居地域、工業地域、工業専門地域の用途指定がされており、整備済みの区間と同様に、面的整備の必要があることから、猪瀬土地区画整理事業に続く土地区画整理事業の施工に適した地区と考えています。幹線道路網や公共交通網としての朝日立川線の重要性、必要性は認識しておりますが、社会情勢の変化、住宅地供給の飽和状態などにより、公共団体志向による区画整理事業の事業化は難しくなっている現状を鑑み、一体的な面的整備は行えないまでも、街路事業などによる事業採択が可能かどうか検討していきたいと考えております。次に歩道の整備についてお答えをいたします。縦貫線の歩道整備につきましては、道路管理者である奥越土木事務所の事業により、健やかから立石線までの区間について整備されております。これは県が安心歩行エリアを設定して、重点的に歩道整備を実施したものであります。立石線から南側の歩道整備の延伸については、平成27年度勝山市重要要望として県に強く要望しております。また、朝日立川線等、市道の歩道整備につきましても、セミフラット化を基本としつつ、交差点部の段差解消も考慮しながら、縦貫線の進捗に合わせて進めていけるように検討いたしております。梅田警部長。私からは最初に、新体育館完成後の運営についてのご質問にお答えいたします。まず、新体育館のオープニングについてでございます。新体育館の建設につきましては、現在、平成28年度中の竣工オープンに向け、建設工事を進めているところでございます。その新体育館が竣工を迎えますと、何らかのオープニングイベントを開催することとなります。すでに福井県バドミントン協会から、平成28年度の7月に全日本実業団バドミントン選手権大会、さらには福井県中学校体育連盟からは、8月に全国中学校体育大会、夏季大会のバスケットボール競技、これらをですね、新体育館で開催したいという要望を受けているところであります。このような大会をオープニングイベントと位置づけ、開催することも考えられますが、新体育館はスポーツ振興や競技力向上はもとより、多様な面で勝山市の活性化にも寄与していく施設として位置づけていることから、多くの市民の皆さんが参加して、新体育館の竣工を祝うような、そうした催しをすることも検討をしていきたいと、このように考えているところでございます。次に、完成後の活用及び大会等の誘致についてお答えいたします。新体育館の完成後の活用につきましては、子どもから高齢者まで
誰もが気軽にスポーツに親しめる場、競技力向上の場として活用していくことはもとより、これまでなかった設備が整備されることにより、幅広い分野での活用方法が考えられます。特に施設の規模が大きくなることから、新体育館の基本方針といたしましては、全国大会規模の大会等の誘致を積極的に行っていくと、そういう位置づけをしているところであります。大会等の誘致につきましては、財団法人の地域活性化センターの補助事業であります、スポーツ拠点づくり推進事業補助制度というものがございまして、これを活用できないかを現在は検討しているところでございます。県内で越前町のホッケーや美浜町のボートなど、中学生を対象とした全国大会がこの制度を活用しておりまして、長年にわたって継続して越前町、あるいは美浜町でですね、開催されているということでございます。このような全国大会を継続的に開催することによって、スポーツの振興や競技力の向上はもとより、大会を通じて県外から多くの方々が来られることから、地域の活性化にもつながっていくものと考えております。従いまして、今後、こうした大会の誘致に向けまして、戦災地の状況を勉強し、効果的な進め方を研究しながら、関係団体との十分な連携の下で活動を進めてまいります。また、スポーツイベント以外での活用も図っていくために、関係部局が連携して、いろんな面からの情報収集と、効果的な PR 活動、こういうものに取り組んでいきたいと考えております。次に、学校再編についてでございますが、まず内在する課題への対策をさらに進める予定はないのかと、まあ、こういったご質問をいただきました。中学校に内在する諸課題の対応については、昨年6月にお示ししました中学校再編にかかる方針に基づいて、その解消に向けて鋭意努力をしているところでございます。部活動の選択肢減少の課題に対しては、バレーボール競技において複数校による合同チームを編成して県大会へ出場をいたしました。また中学校に部活動のない、そういった競技種目においては、ジュニアクラブの充実、育成への取り組みも進めております。また免許外教科担当教員の発生の課題に対しましては、昨年度、補完的な教員の配置を県教育委員会の理解を得て、一部の教科で実現いたしたところでございます。しかしながら、こうした取り組みも、課題の完全解消ということにはですね、至らず、まだ十分と言えないものと考えておりまして、今後も中学校の状況を注視しつつ、できる方策をいろんな面から研究いたしてですね、実施していくことに、したいと考えておりまして、改善に向けて努力してまいります。また、小学校の複式学級につきましては、これまでも申し上げておりますけれども、中学校の再編を待たなくても、最寄りの小学校との統合により、解消が可能な状況であります。まあ、そういったことからですね、引き続き保護者や地域の意向を尊重するということを基本にして対応してまいりたいというふうに考えております。次に、昨年6月の方針を見直して、検討委員会の立ち上げなどを前倒しすべきではないかというご質問でございます。昨年お示しした方針の理由、背景を改めて申し上げますと、それぞれの中学校がとても元気に頑張っているという現状にあること、今後の生徒数の推移は、おおむね10年後が大きな節目の時期と考えられること、そして保護者の皆さんも、当面は現状維持でとの意向が強かったと、そういったことを踏まえてのものでございます。さらに、検討委員会の再開と最終意思決定の時期を数年後といたしましたのは、それまでの間は落ち着いた教育環境の中で学校運営がなされるようにといった思いからでもございます。そしてその間、教育委員会といたしましては、次の検討委員会への準備をしっかり整えていきたいというふうに考えております。まあ、その一環といたしまして、毎年度の各中学校の状況を整理して、経年変化、要するに、毎年の変化の状況です。経年変化を明瞭にいたしまして、
検討委員会での検討材料の一つにしたいと考えております。この度その平成25年度分がまとまりましたので、今定例会中にお示しするとともに、保護者の皆さんにも状況をお伝えしていきたいと考えております。そうした中で議員ご紹介のとおり、政府が小中学校の再編による規模拡大を積極的に後押しする方針を表明いたしまして、年内にも新たな指針を示すとしているところでございます。したがいまして、教育委員会といたしましては、今後示されるその国の指針等の内容を十分吟味いたしまして、現在の私どもの方針への影響などについて、しっかり検証し、見極めていきたいというふうに考えているところでございます。最後に、学校の耐震補強工事完成後の施設整備についてのご質問にお答えいたします。言うまでもなく、現在進めております耐震補強は、学校の安全というものを最優先に進めている、取り組んでいるものでございますが、学校施設についてはその他にもさまざまな課題がございます。建設後数十年が経過するという中で、緊急に必要な改修等を行いながら維持管理に努めてまいりましたけれども、より快適な教育環境という観点からは、いろいろな面で老朽化や、あるいは時代にそぐわないといった問題も生じている箇所がいくつかございます。議員ご指摘の勝山南部中学校のグラウンドについても、水はけが悪いといった問題が以前からございまして、雨が降ってその氷土が流れると、その結果、石がですね、出てくると、またその土が周囲の側溝に詰まってしまうと、こういった問題がありまして、以前にも部分改修をさせていただきましたけれども、まだやはりいろいろと問題がございます。抜本的に解決しようといたしますと、陶水管の設置など全面改修になると、こういうふうに考えております。他の学校についても、市の PTA 連合会から大小さまざまな要望をいただいておりまして、それらの緊急度や優先度を考慮しながら、多様に詰めていく必要があると考えている次第でございます。特に今、ご指摘のですね、南部中学校のグラウンドについては、以前からご要望もいただいておりまして、耐震補強工事などの完了後にですね、次の段階での整備計画に組み入れられるかについて、しっかりと検討をしていきたいと考えております。また、市営高等や野球場など、学校以外の屋外体育施設につきましても、ご指摘のような課題があると認識しております。民間の施設を市民に開放していただいていることについては、企業の地域貢献という観点からのご好意と受け止めておりまして、感謝を申し上げる次第でございます。教育委員会といたしましては、まずは現在取り組んでおります屋内体育施設の在り方の検討を進めまして、屋外施設につきましては、その上で市の財政見通しも見極めながら検討をしたいというふうに考えております。それまでの間におきましては、それぞれ現施設のできる限り適切な維持管理に努めていきたいと考えているところでございます。上出総務課長。新体育館完成後の運用と活用についてのご質問のうち、防災対策についてお答えいたします。新体育館では、備蓄物資を保管するため、防災備品庫として33.83平方メートルのスペースを確保しています。このスペースには、毛布740枚のほか、おむつや衛生用品を各2900枚、食料としてアレルギー対応食品であるアルファ米200食、味付きのアルファ米固食パックとして200食を
備蓄する計画としています。また現在市内4カ所の備蓄物資の総数は乾パンビスケット3380食、おかゆ1214食、毛布1060枚のほか、新体育館に備蓄予定のおむつや衛生用品はすでに保有しており、アレルギー対応食品についても今年度中に備蓄する予定となっています。最も必要な飲料水については500ミリリットルペットボトルを14,300本、給水パックを200個備蓄していますし、昨年度導入した加圧式給水タンク車等を活用し、迅速な給水活動が行えるよう対処しています。プライバシー確保のためには段ボール等を用いた簡易パーテーション等がありますが、これらにつきましては災害時における物資供給に関する協定に基づきまして、関係機関に供給の協力を要請したいと考えております。5番、一応一通りのご回答をいただきました。まず都市計画道路残る、500メートルに満たない部分ですけれども、今後検討進んでいただく街路整備計画として考えていただくということで、ぜひともあの部分がなんでうちだけということがないように、またどうしても田んぼが整備できなくて、細かい田んぼが残ってその中で農業を進めていかない、やっぱり農業の集積化に対応できていない部分が出てきますので、なるべく早急な整備計画をよろしくお願いしたいと思います。次にただいまにありました備蓄についてですけれども、平成26年3月に福井県から発表されています水量より相当多いということは今改めて感じました。私も手元に持っていた平成26年3月福井県発表のものでは、乾パンが1280、おかゆが250、ビスケットが2000枚という数字をいただいてましたので、まあ、1280とビスケット2000で3280ですか、まあ、この辺り一緒なのかなとも思いもしますけれども、まあ、水などが非常に増えていると、アルファ米も増えている、まあ、多種と変わったところでおかゆがあると、まあ、これは勝山氏が独自のものかなと思って見てたんですけれども、ただ、こういう一つお伺いしたんです、こういう備蓄に対する基準とかそういうものはあるんでしょうか。一部多市町村では人口とか面積に合わせましてそういう基準を設置して、それを何年までに整備するという計画を作っているようなところもあるみたいなんですけれども、そういう基準があるのかどうか、またそれに対して勝山氏がどう考えているのかお伺いいたします。上出総務課長。ただいま再質問にありました、備蓄の基準についてお答えいたします。この備蓄の基準につきましては、福井県がこの基準を定めております。それでこれは阪神大震災の、避難の実態等を調査いたしまして、この基準を定めております。でこの制度といたしましては、福井県全体で避難者の総数を想定いたしまして、それに対して市長がそれぞれ面積の安分でそれぞれ備蓄をするということで、福井県が3分の1、残りの3分の2を市町村が人口の安分で備蓄するということで、もしその市町村の備蓄の総数が足りなければ、その県福井県内のそれぞれ市長の災害協定によりまして、足りない分を補填するというような体制をしております。それでその基準でございますが、基準に決めておりますのは、食料、それから水、毛布のこの3点が基準で決まっておりまして、備蓄の、基準としては1人1日分を予定しております。それで勝山市につきましては、約1万1154人分の備蓄の基準を割り当てております。で、この、すみません、
訂正いたします。1154人分の備蓄量を基準として割り当てられております。で、1154人分、非常に数字お聞きすると少ないような気がいたしますが、先ほど申し上げました通り、これは各県内で割り当てられた基準でございますので、足りないということであれば各県市からの供給によりまして補填がされるということですし、またこの基準はこの3つでございますが、それぞれの市で残りの物資につきましては、それぞれの市の裁量で残りの他のプライバシーに関する物資、それから数量等も決められることになっておりまして、先ほども答弁で申し上げましたとおり、市独自のいろいろな物資も計画しております。また勝山市独自の災害協定、他県の市と災害協定を結んでおりますので、物資が足りないような場合はその協定を結んでいる市からの要請によりまして物資を提供していただく。また株式会社コメリ、それから県民生協等と災害応援協定も要請しておりますので、足りないもの、いろんなものについても協力の要請をしたいと思っております。5番。はい、福井県の基準というのは、確か人口2万5000人ぐらいに対して深津山の割当分が 3.15 というその分だと思うんですけれども、実はたまたま今回その災害備蓄ということで、勝山市の防災計画が改まったわけですけれども、その中でちょっといろいろ検索してましたら、たまたま千葉市がそういう災害時の緊急物資等の備蓄に関する計画というものを作っておりまして、これが非常に詳細にわたって、人口から何が割り出して何が必要なんで、何をどれだけいつまでに整備するという表を作ってました。まあ、全15、6ページになるんですけれども、食料とか飲料水、毛布、トイレ、生理用品、紙おむつ、大人用、子ども用、ブルーシートとかいろんなものを全部一括して計画にしております。また機会ありましたらそういうことも検討していただいて、勝山市としての緊急物資等の備蓄に関する計画もご用意いただけたら安心かなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。次に新体育館のオープニングに関して、まあ、イベントはいろいろ考えていると。全日本実業団のバドミントン大会、その当時には山口茜さんも多分お話を伺っていると、ひょっとすると日本リーグに所属されているのかなという気がしないでもないです。まあ、実際は分かりませんけれども、何年か先の話で、そうなってくると、勝山に、凱旋するのかなという気もします。ぜひそういう大会を、まあ、誘致していただきたいと思うんですけれども、先ほど市民で祝う催し物をしたいというお話の中で、まあ、勝山市に関してはスポーツに関わる大使が何人かいらっしゃるわけですけれども、まあ、そういう大使なんかもお呼びして何かするという考え方はできないかどうか、それだけお伺いしたいと思います。梅田教育長。今ご紹介いたしましたいくつかのすでにオファーがあるものは、それはそれといたしましてですね、その他にも新体育館を完成を祝うにふさわしいといいますか、気分を盛り上げるようなですね、そういった催しが考えられないかどうか、そういう意味ではですね、議員が今ご提案いただきました、まさに市が委嘱しているスポーツ大使等をお呼びしてというのも有効な手段であろうというふうに考えます。まあ、いろんな側面から検討いたしまして、これから見つめていきたい、折に触れてまた議会にもですね、いろいろとご相談も申し上げながら取り組んでいきたいというふうに考えております。5番。最後に学校再編と施設の整備について、どうお答えをどう理解していいのかなというのはちょっと私迷ってるんですけれども、まあ、再編については、まあ、政府の方針を伺ってから十分、どう検討委員会を立ち上げるのか吟味していただきたいと思います。
これについては、残る課題をなんとか早く解決するようには求めますので、その検討はよろしくお願いしたいと思います。それから施設の改修についてですけれども、南部中学校のグラウンドは、開学以来、一度も改修されたことがないというのが実情です。先日も中学校のグラ、運動会に行ってきましたけれども、先生方の努力によりテストピースをグラウンドの周囲に埋め込んで土砂の流出をなんとか食い止めたと。ただ川というなって流れる部分はやはりへこんでおって、その部分はどうしても水はけの悪い部分はじめじめとしていつまでもぬかるんでいるという状況は変わらないということです。以前から耐震改修の完了の折には、検討させていただきたいということを何度か多分ご回答いただいたと思いますので、ぜひとも早急な検討をお願いしています。その他いろいろ申し上げることはございますけれども、また別の機会、委員会等で、検討させていただくことにしまして、本日の質問はこれで終わります。